生ビールの「ララ」歌い出すいつムに合わせて手を取り出す「生ビールのララ」歌い出すいズムに合わせて手を取り出す」はいエヴァーグリーン代表のッキー松本力也です本日もよろしくお願いしますえっ、ー、と今回はですね ま、あるご相談いただいてまして、そちらに回答していきたいと思います。えー、ホワイトボードにも書きましたが、視覚推理と処理速度が高め、言語理解が少し低く、ワーキングメモリがものすごく低いですと。で、今後、どんな困りごとが出てきますかということで、えー、ご相談いただきましたので、えー、回答していきたいと思います。えー、じゃあ、まあ、ご相談読みますね。はい。はじめまして。 すごく勉強になるツイートばかりでよく見させてもらっていますあツイッターの方をあの見ていただいている方ですかねはいツイッターの方もよろしくお願いしますつぶやいてますんではい、えー、6歳自閉息子なんですが視覚推理と処理速度が高め 言語理解が少し低く、ワーキングメモリーがものすごく低いです。そのような場合は、どのような困りごとが出てくるのでしょうか。お忙しいと思いますので、もし気が向きましたら教えていただけたら幸いですと。と、まあ、お気遣いまでいただいてありがとうございます。ご相談いただきありがとうございます。じゃあ、あのしっかり回答していきますので、よろしくお願いします。えー、っと、まずですね、 発達障害の困りごとと知能知能から来る困りごとは異なります発達障害については人それぞれのこともありますので網羅的には書籍を読んでお子さんに当てはまる部分を確認されるといいと思います一般的には asd の診断基準は コミュニケーションの質的な障害と興味関心の狭さや情動的な行動なので空気が読めなかったり独特なコミュニケーションの方法を取ったり活動のレパートリーが少なかったりしますそれにより、えー、人間関係でストレスを感じたり友人関係が築けなかったり。 えー、集,団集団行動になじめなかったり学校生活に興味を感じなかったり予定の変更にストレスを感じたりしますはい、えー、知能については標準ととのの差差かかららくくるる困困りりり感感個人内の差からる困り感があります今回の高い低いは個人内の差についてかと思いますので知覚推理指標と処理速度指標が 平均範囲であるとして考えます、えー。処理速度指標が平均範囲であるとすると、学校生活を行う分には板書など人並みにできると思います。えー、知覚推理も平均範囲なら図形問題や工作活動も人並みにできるかもしれません。言語理解指標が少し低いということで、5。教科の点数は下がり気味かもしれませんね。うん。 で言語理解指標の点数が平均の下ぐらいだとご教科の点数も平均の下ぐらいの能力だと思います。はい、でワーキングメモリ指標がすごく低く境界域程度だと口頭でのやり取りに問題が起きます。ASD でも言語的な説明が下手ええ苦手に。 なりがちなのでそれらの特徴が相まって口頭での指示は理解するのが難しいと思いますなので小6ぐらいだと周りの動きを見て合わせるのも限界が来ているのではないかと思います基本的にはこの子への指示は口頭ではなく書面や図で示す必要がありますまたワーキングメモリ指標が低いと ディスカッションや集団での会話が苦手です。はい。えー、まあこんな感じでちょっと回答とさせていただきたいと思いますので、えー、少しでも参考になれば幸いです、えー、本日もありがとうございました。エバグリのゴリッキー松本力也でした。最後までご視聴いただきありがとうございます。 動画をちょっとでもいいなって思ってくださったらぜひチャンネル登録をお願いします。これからも皆さんのお役に立てるように動画配信を頑張っていきます。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。